ったね。じゃあ来て学とんでもないことになったのに、ふざけんなってマジで。エミリーが別格だわ。いや本当にそういう。待って苦しい。まあ言わせてください。ただ普通に会話するだけじゃつまらないから、このスタッフが選んでくれた口癖をね、NG ワードとして頭にこう掲げながら会話をするという。それから他の3人は分かんないですよ。それをちょっと引き出しながら言わせるっていう、引き出しながらね。でも NG ワードが分からないんだ。自分は分かんないです。自分以外の3人の NG ワードを自分はゲットできると思います。それは頭にカチューシャになってるので分かります。見えてる。見えてます。今回負けた人のおごりということ。やめな、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 新入発って言っちゃった人がおごるですね。はい、まあでもそれは忘れてもらって、女子会ということでいろいろ新入発話してみたいなと思って。意識しちゃうよね。いや、まあ言わせてください。ここについてんの。それはでもカチューシャなんですけど隠れますか。おお、切れましたよ。何なのカチューシャ被りません、私は。いや、どういうことだよ。髪型がいいと思ったのね。スタッフちゃんもそこを懸念してました。特に前ですから。いただきます。今日カチューシャ聞いてないんですけど。そうそうそう、帰りますよ。帰りますよ。帰りますよ。嬉しいです。ありがとうございます。カチューシャつけてもらってもいいですか。はい、NG ワード。マリとなんか口癖分かりやすそうだから、プライベートと仕事でよく言いそうな NG ワードにしました。はい、私も知らないです。これガチで知らないです。そういう口癖ないと思ってる。多分あの YouTube を遡ってもらったりとかいろいろして。いや、美味しいこれ。なんか本当お腹空いてて。お腹空いててやばいよね。せーの。え、言わせるのが目的だって。まあ言った人が一番負けて怒ってもらうっていうゲームになります。ああ、言った。もう妹がすぐ言わせられそう。私。ああ、私もそう。ダイヤとかだったら帰った。ダイヤとかだったら帰った。無理とかかな。無理とかかな。じゃあちょっと今出だしでマイコさんの反応が可愛すぎたんでチェックしましょう。そうだね。なんか変えてもらおう。どうしよう、どうしよう。ダメなんだよ言ったら。分かってる。今やっと理解した。サロメ。サロメ。え、読んでる？これ。読んでるよ。金融とね。サロメ。経済。サロメ。で、カメメ。マックさんのコラム大好き。ありがとう。私も読んでます。え、コラムの内容ってどんな感じでしたっけ？何言わせようとしてる。マットさんのサロン楽しいです。うん、なんか怪しい私のサロンの話ばっかり始めて。褒めてるんですよ。本当に入会しますから。ナチュラルナチュラル。サロメでした。サロメなのか。私も一番払いました。すごい初期だから。どこまで行くんですか、あのオンラインサロンは。次だってスパもあるんですよね。うん、スパ&サウナ。でもやばいですよね。絶対入って。私なんなら今やったら全部入りますよ。私なんなら月5万。あ、いいですね。全部入ったらいくらか。今やってるすべて。バンドサウナとアベメ、サラメで7万5000円。8万円ぐらいで変な話ライフが充実しますと。あとスパンドサウナはそこにあのビュッフェも置いてあって食べ放題。やばいじゃん。サンタが来たらじゃやばい。赤字になる。あなたたちが来たらやばい。でもなんか何がいいかって、その生活が豊かになるとかじゃなくて、コミュニティが、そうそう、会えるのもいいよね。多分それが最高の他にないんだと思う。カフェ行ったら一面がいてとか、私もなんか大学の久しぶりに会う後輩とか嬉しいですよ。それがなかったら会わない。カフェでいいよね。あとでもカフェは大変美味しいよね。本当に美味しいと思う。めっちゃ美味しくなってきたね最近。カフェやばいと思う、美味しさ。本当に。やっとだね。隣さんのジュエリーも。本当だよね。
じゃない、売れ続けてるのすごいよね、そう思うのって本当にそうだよね、アイリさんもどっちかっていうとそうじゃない、コミュニティというかジュエリーに対する姿勢に賛同してくれてる、アイリさんもジュエリーってジュエリーにお金払ってるのもそうだけど、その先にお金がどう使われたかっていうのがクリーンだから、そこに多分やりやすいっていうのがあるんで、賛同する人多いのかな、うん、それは社会貢献の一環の輪に入れた、じゃあ今回は中国にそうだね、よくみんなに言われるのは、なんで悩みからジュエリー買ってんのとかって聞くと、もともとなんか買いたいなと思ってたけど、どこで何を買っていいか分かんない、どうせだったら信頼できる人から買いたいとか、でもなんかカルテとかそういうのは高すぎるし、って思ってても本物が欲しいみたいな思ってた人たちのちょうどハマったの、あとデザインのなんか何でも木を照らしてないからね、そう、もう木を照らわないのがジュエリーの醍醐味なのね、やっぱりでもみんな木を照らおうとするじゃん、する、だから自分を出そうとするじゃん、それはダイエン自信がないから、うちはダイヤに自信があるから本当にそのままでよくって、ダイヤモンドは私もともと好きで、多分日本中の誰よりも一番すごいダイヤを見てきたと思うから、その個人としてそれを今形にしてるから、そういった意味では負けない自信、信念がやっぱね、好きなものっていうのが伝わるからね、そうだよね、まゆみさんどうするよ、まゆみさんのストーリーで面白かったのが、何年前かの写真を載せてて、その時はなんかいろんなこだわりがあったなみたいな、で次のストーリーで全部テケになってて、今はダイヤのみたいな、やったかもしれない、ありましたよね、ダイヤが一番似合うしね、嬉しいよねだって子供の頃からダイヤ好きだったし、ジュエルなんとかっていう飴が流行ったの覚えてる、バカでかい、ああ今飲めるやつ、今も来てるじゃん、みんな好きだよね、あなただけだよ、全然興味なかったの、逆に何に興味あったんですか、確かに私は昔から先生やって体操教室とかに入れてかわいい、近所の子たち集めてみんなでやってみたいな、サロンやってたの、やばーオーナーサロン、面白すぎる、私メンバーだったからね、第1から一番最初から皆さん自分がいいと思うものをお前らもやるみたいな変わんないじゃないですか人間で変わらない、人間で変わらない、ココスもそうじゃない、ココスも変わってない、ココスの恩師にこの間会ったんですよ、いやそう、今ね令和のチャンネルがあるんですね、私の受験の先生なんですよ、でもその受験の先生が言ってたのは、まあすごい数の生徒を見たけど一番印象残ってるのがヒロコだ、ヒロコの先生賢くて可愛くてチャーミングで、あいつだけは忘れ面白い、へー、ちょっと可愛いえ、でも一番できないって言ってた、勉強がそれで言ってたから聞いたから、え、勉強できたからそれで中学で慶応行ったの、中学で名古屋の私立女子校にまずまあまあのところに入って、そこから大学で受験、慶応そこもまた遊んじゃったの、中学校あ、それもう遊ぶところじゃない、同期定学とんでもないことになったのに、なったのにまた現役入ったの、現役入るのすごいよね、すごいですよ、しかもどっちも同じなんですよ、ドベなのに私だけ受かるんですか、そういう気持ちやっぱ運もだから、そこもやっぱり今も変わらないものが、運だけ持ってる、背負ってないやった時も、先生体だけは打てないからって言われたって言ったら、あいつ何なんだろう、あいつも何なんだろう、先生久しぶりにさ恩師画面で見たらさ、とんでもないことになって、チアのなんか衣装着てて大丈夫、誰だろう、令和の虎出てる、令和の虎っていう、岩井社長っていう、岩井社長、はい、あのイエローキャブの社長です、あ、が恩師なの、はい、そうなんです、えぇ、すごいやってるの、芸能事務所じゃないの、そうです、芸能事務所もやって、今いろいろやってる中の一つに YouTube を自分でこう主催しててやってくれて、に出させてもらった時にボスが実は教え子なんだよって言われて、そうだよ、グルテンフリー私も始めたの、うん、そしたらなんか歩かなくなった、わかるね、え、軽めのそれともガチの、結構ガチ、うん、米しか食べてない、うん、体がなんか妹も始めたし私もやってみようと思ったら体重が増えないのよ、増えないの、食べてるのずっと痩せてんの、なんかお寿司でいいんだって、毎日やるとお寿司でいいの、いや私グルテンフリーなくて死ぬんだけどなんでなんで痩せたの、それ知りたい、え、でも何もしてない、変わってないよね、うん、ダイエットしてない、そうです、全くしてないです、若くの本当にヤバい時に会ってます、めっちゃ太ってた、うん、人生での結構ピークの時に本来こっちなんだ、うん、本来こっちです、出会ったばっかの頃これだったかもしれない、その後太ったよ、うん、一気にバーンってぽっちゃり美人のイメージだよ、えぇ、ー、うん、
嬉しい。すごいな。なんでも美人は美人。YouTube 出てもらったじゃないですか。便利の部屋っていういろんな仕事の話とか、うんうん。すごい人気だったんですよ。川村姉妹とココスの。本当に考え方とかマインド強いじゃないですか。コスカイもすごい人気で、仕事と育児は両立できるっていうのが勇気をもらいました。言ったら大先輩なんですよ。本当に大先輩だわ。早めに。ね、しかもさ、見事に何がすごいかって、子育て大成功してるっていうところが、うん、多分みんな憧れの、ね、ちょっとその辺聞きたいなと思って、うんうん、それはでもね、本当に私で言うと、たまたま、いや、もちろんその、ある程度の軌道は導いてくれたのもあるし、うん、銀行は、自分もインターナショナルスクール行ってるから、うん、なんか普通に公立入れようとしてたよね、どうでもいいとか言って、日本の私立が絶対に嫌だったの、公立いいって言ってたよね、その理由は何なの、あ、なんでかっていうと、で、慶応幼稚舎とか、青学とか、みんないいって言ってるから、いいのかなと思ってるんだけど、ゴールドマンサックスでお子さんを持ってる人たちのセミナーみたいなのがあるわけ、うん、でそれぞれ青学の講師とか慶応幼稚園の講師とかレクチャーしてくれるんだけど、お腹大きい人とかね、社員とかも今1歳ですみたいな人たちがみんな聞きに来るんだけど、皆様の中で入れないんじゃないかと思ってらっしゃる方いらっしゃいますかとかやるわけ、あー聞いてたよね、そうもうドン引きってみんながもうふむふむってやってて、で一番怖かったのは誰かが質問の時手を挙げた時にシングルマザーで旦那がいないんですけどそういう人って受験できますかみたいなことを聞いた、でそもそもその質問自体がもうキモすぎたんだけど、なんでそこで自分差別の方に行ってると思ってんのなんだけど、うん、そういった区別はしてないんですけども結果としてそういう方はあんまりいらっしゃいませんとか言ってシングルマザー、そう、そんなことで受験は選んでないけれども蓋を開けてみたらやっぱりお医者さんですとか弁護士さんですとか金融の方とかそういった方が多くいらっしゃいます、ごめんあそばしてみたいな、ラリーマン本当にそれが私もう衝撃してドン引きして帰ってきたよ、ね、本当にこんなこと漫画以外でこんな人見たら確かに漫画だね、漫画だね、やばいやばいちょっとプププってなってたよさすがにだけど入れるならやろうかってなっちゃってるじゃん、ね、ゴールドマンサックスはやっぱり外資系なんで、うん、海外の価値観もあるの、うん、だから私たちみたいな人もいるけど、うん、日本から入ってきた人は意外と慶応幼稚園から来ましたって人が多くて、両方のコンビネーションだったね、意外でした、まゆみさんは割と最初からお受験組で全然こういう情報としてこの人だよ、私ご受験ババお受験ババ編聞かせてください、いや私はもうやばかっただけど日本のじゃないです、海外のお受験ババ、インターナショナルスクールに入れようとして日本何歳の時ですか、ミゼがね6歳の時の受験、要するに小学校受験の時にインターに入れようとして、うん、まあその前からプレスクールは行ってたんだけど、うん、上に上がる時に小学校受験があるからそこに入れるために東京中のいいって言われてるインター、うん、新鮮インターナショナルスクール全部受けたの、全部なので厳しかったもんね、お受験ババ言ってますね、そうでも全ての学校受付の女性の方のお願いメールアドレス教えてみたいなぐらいの自分で足を運んで、じゃあやりましたよ、で1個だけ受かってあとは全部落ちた、私が足運んだから受かったと思うんで、私も大学もそうだけど娘も結局最初アメリカンスク入ったけど、あれも1回ダメって言われてもだけど社長に直接メール送って、こうこうこういう理由で私どうしても娘入れたいアピールレターで半端ないね、社長っていうかその園長っていうの、うん、合わせてくださいって言ったらシャーみたいな、なんか向こうそうなんだよ、うん、もう窓口がないのとかないので、喋りに行ってこうこうこういう理由でってアピールしたら結局6ヶ月遅れとかで入れてくれたもん、なんかちょうど空きましたみたいな、だからアメリカってそうだよ、行動する人が評価される、自分の娘が入れなかった経験はあれして、私がミントがお腹にくくらいかな、インターナショナルスクール始めたもん、ええプリスクールやったの、そうで、あなたも一緒にお願いとか言われて暇なんでしょ、毎日来てたよね、やらされてバイリンガルバイリンガルブって言われて、だからすごいのが好きなんだよ、マイコさん、そう友達に住んでる、すぐ人集めてとりあえず自宅開放しよう、その方が良くないとか家賃高いしとかってもったいない、自分ずっと仕事してて空いてんじゃんみたいな、空いてる部屋を保育園にしたんです、そう2つ借りてたから1個の使ってなかったんでそっちを住みました、そしたらもう外人のママとかがもう押し寄せてきて、もういや大変だったもんね、預かるとこないんですか、朝一置いてって夜の12時迎えに来るやつがいるの毎日、え、もしかすぎても毎回やってほしい、今次じゃないですか、絶対やる、絶対行かせる、毎日置いていきそう、いや結構みんな結構みんなそう、楽しい
とどけくよ。需要があります。絶対あるし、あの教育はちょっと難しいと思うけども、最初その預かるところがみんな違う、っていうところの窓口に産みたいって思えないじゃん、そこであって、しかも預けれないんだ、ね、そこに近所のインターナショナルスクールから先生を来てもらって、うん、そうやってて、そう近すぎる、そう、それが教育もやる、友達をインターナショナルスクールに派遣させて1年の経歴積ませて何年やってたんですか。1年くらいだね。でもちょうど1年だと私ゴールドマンやりながらやってたから、途中でめちゃくちゃ忙しくなってやめたの。 PR してないのに口コミで勝手に来るの。まさに今のオンラインサロン、インスタとかないし、ないだから口コミオンリーだよね、うん、でも本当にみんなが求めてたことだった。もうだってもう体操教室の時からもう歴が違う、歴が違う、そうだよね、自分がいいと思ったものをめちゃくちゃ押し付けるからね。やろうやろうやろう、いいものだから。でもそれ天才ですね、天才、そのコミュニティ作る天才。うちの母がさ、たまたま幼稚園の先生やってたからメッキを持ってて、あそれもいいですね。で母を使ったのは全面に、メッキを使わないとダメだって言ったから、お姉ちゃんまで来て、お姉ちゃんまで来て、でもね、入らなかったらどうするのって言ったら、いや、ノーリスクっていうの。なんでって言ったら、ミゼとリンカが少なくとも行くから、どっちにしろ欲しいみたいな。そうだから自分がやりたいことやっただけだよね。めちゃくちゃフレキシブルにやってたよね、私たちね。いや、そのフレキシブルさがないんですよ、認可の場合は。わかる。だったらだからお金払って、まあ、認可だ、認可。私たちは、なんならもう、うちの家族で預かるぐらいだったから。いや、もうそれが、隣の家に連れてって。そうだよ、だってお母さんと、だから。すごい、マコさんやってくださいよ、ね。てか、面白いよね。めっちゃニーズあると思う。あると思う。ニーズあるね。でもさ、あなたのママもいけるんじゃない。どうですか、混ざってです。免許持ってこちらの英語の先生なんですけど、超混ざってですもん、うちもうちも混ざってです。大親友になっちゃうかもしれない。まあ、でも確かになんか寝れるかもね。61です。ほら、だからこっちはもう即戦力、うちの方は言うって優しいけど、ばあさんだから、うん、責任はちょっと若いよね、見てると見てる感じ。パパも若いね。なんなんですか、そのカレーがの一度あのヘルシーなの多分。私もこの間さ、人間ドックやってオールエーだったんだけど、野菜と魚なんだよね。あとタクトレですか。タクトレもあるし、あと食べ物ね、なんかオールエーだったんだけど、それをね、家族の LINE でめちゃくちゃどうやってしましたら、お姉ちゃんもオールエー、お母さんもオールエーで、健康診断って普通オールエーじゃないのね。あと1分ほどでチェンジします。 OK、 私の話が止まって出てないんじゃないか。出てはいます。出てる、出てる、ただ出てない人もいらっしゃいます。出てない人もいらっしゃいます。エミリが出てない。ロコちゃんがエミリのワードを言ってたのは聞いた。出そうとする会話をしなきゃいけないんだよ。こんな話してる場合じゃない、うちら。なんで幼稚園の話ばっかりしてるの。やめよう、ちょっとでも近づいてきたんだよね。近づいてきました。やめよう、やめよう。難しいけど、この絵面がいいで、最高で。もうそのためにやるみたいな。うん、そうです、そうです。なにやめな。私今急に自分のピンときた。ラスト無添加全然違うから、うん、バカなのあんたそれを掲げてバカなのあんたは、うん、どういうこと。で次からガチでいきますね。はーい、じゃあちょっと言わせてます。見えたと思う。わー、いやー、笑えるんですか。これはいい。これはいける、いける、いける、いける。これは出なくない。いや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 、出させることはできる。じゃあ出させましょう。出せましょう。あのさ、自由に話すのやめましょう。はい、わかりました。タップダウンで。そうですね、まずエミリから行こうか。無理かって方は何、そういう風に。エミリから行こうか。攻撃だよ。でもあんた下手そうだから、ほんと気をつけて。じゃああんたから行って。じゃああんたから行って、うん、じゃあエミリちゃんは、はい、まず、はい、一番最初経歴としては、はい、初のお仕事は何をしてたんですか。初の仕事キャバ嬢、キャバクラです。何が一番大事、店に来てもらうのが一番大事、やっぱり。何が一番大事、何が一番出勤、出勤で、うん、出勤することがまあ絶対一番だよね。キャバクラはでも一番の営業職だと思う、うん、
うん、自分の自己プロデュースだ。いや、それは本当そうだと思う。それは本当そうだ。何でもやってよかったので、わかります？わかってくれます？わかるよ、わかる。わかってくれます？嬉しい。めっちゃわかる。わかってくれます？営業で数字取れる人は年収でいったらいくらですか、まゆみさん？はい、年収ないんですか、私も、はいはい、年収ってなんか自分が取ってる自分の個人の、はい、でも一番質問多かったんですよ、それが。あまゆみさんの年収この3人の分からないんじゃない。いやいや、私、今年はえしか取ってない、当時ですよ。もうちょっとかもしれない。そんないらんしなみたいな感じでちょっとずつ増えてきて、自分の中でないの、年収いくらになりたいみたいな。会社のお金に毎年いくら貯めていきたいなはある。そういう目標はやっぱあるんですね、まゆみさん。それはある。まゆみさんって月々の生活費ってどれぐらいかかるんですか。生活費2000万ぐらいかかるえ合ってなくないですかすみません、ごめんなさい、私はほぼ分かるんですけど、でも私も会社とまあ別で、まあ、そうだよ、自分のお金は別に変なのを使うのって娘の学費とかぐらいなわけで、でもなんか私が一応自分で好きでやりたいことをわーってやってて、まあいっぱい営業も来るじゃん、断りつつやりながらいいなと思う感じだと一月1億くらいはまあ使えるかなっていうぐらい、一月1億ぐらい。でもそれ以上はあんまり今はわからない。そこまで別に贅沢もしてない。だいぶ贅沢で1億は贅沢です、間違いなく。生活という意味でドレスとか旅行をとかやっても1億くらいしかいかないよ。でも私それ言ったら私不動産買いたいと思ってて、うん、物件探しのポイントあるの。何と思った、本当に。どういうこと、本当に。じゃあ今日ね、いやだから土地がいいよ、土地買ったことある物件。土地がいい、今のマンション買ったんですけど、うん、あれ買ったの、うん、はい買ったんですけど、すごい土地、うん、名古屋とか物件でもいいけど、物件でもいい、物件でもいいけど土地、なんで土地は裏切らない土地は裏切らない、土地は裏切らない、物件地の土地は絶対ダメなの。物件はもう買うだけ代々受け継がれるもんだから。ね、物件は物件ないと思いますけど、うん、今高い、土地と物件って何が違うの。土地は地べた、もう地べた、あのマンションだったら上物の区分じゃない、うん、マンションって何、物件とマンション違う。ああ物件って一戸建てのことですか。そうか、別に土地マンションでもいいけど、土地付きの一戸にしな、土地付きの物件にしな。なるほど、うん、深いと思う。もうちょっと私のここにさ刺さるようなこと言いなよ。確かに。いやでも刺さってます、マキコさん。本当？歯はだいぶ刺さったから刺さってます。今あんたのさもう刺さりまくったからもういいよ。え最悪。もう気づかなかった。やっと気づいたの。えやばい、全然気づかなかった。わけない特技話してたよね。そう。不動産の話。ちょっとだけ似てるよね、うん、えちょっとじゃないで、なんか若い頃のマキコとミゼが性格とか含め似てるの。めちゃくちゃ可愛いよね、うん、娘さん。わかる、めっちゃ似てる、わかるそれ、わかる、うーん、うーん、超わかる。え性格も似てますか。性格超似てる。えリンカちゃんとも似てますか。リンカと私は全然性格は似てないんだけど、リンカだけはもう本当に宇宙人、異次元異次元え、じゃあ息子と同じタイプじゃん。あうちも宇宙人、うんうん、宇宙人、うん、なんか誰にも似てない AB 型みたいな剣出る時あるじゃん、うん、あれ系なんですよ。でも小手さんが可愛いよね。私にめちゃくちゃ懐いてくれるから、ね、リンカってこうなんか懐くしないのだけど、なんかあった時に、うん、マキンコに甘えて、え、いいのありがとうとか言うの。そう、かわいいね。分かってる、なんか、ね、本当にすごく分かることだけ私に頼んでくるの。うん、お母さんが買ってくれないから、そう、厳しいですね。厳しいんじゃない、だるいだけど、お母さんに行くのがめんどくさいアマゾンで買えばみたいな。私はリンカのめっちゃなんかこう心配になったり痒くなったりする気持ちわかる、わかる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 、完全振り回されてるよね。なんかさ、こないだね、リン
かがその日マッコと買い物行って帰ってきたの知ってるから見に行ったの2階に、うん、デリンカーと思っていないってなって、うんうん、朝の3時か4時にいなかった超びっくりして、うん、マキン君に電話したらもう焦って、うん、やめてよな帰って電話すんのもうふざけんなってマジでえマジムカついたんだけど夜中に急に電話かけてきてリンカがいないんだ一応リンカがそっちに泊まってればもうそれで寝れるから、うん、泊まってるって聞いたんでそしたらいないよ大丈夫帰ってくるかつうかこの時間電話するなとか言っていきなり怒り始めて気持ちわかるでもこっちは緊急事態だからそれだけ教えたかったのにもういないってことわかったからいいよと思ってそれでねリンから電話したのそしたらリンってさ20分後に連絡してきて今外にいます20分後に帰るから No worries 寝ててって言われてあもう連絡来たからよかったオッケーって思ってた矢先に玄関ガチャガチャガチャってしたのやっぱりさ、なんかやったらなと思って、うん、一応パフォーマンスでこうやって私がもうパジャマで仁王立ちしたのだって朝の4時に15分で帰ってくるの、うん、ですっごくゆっくり鍵を開けるからねえあーって思ったら8人のモデルの男を連れて帰ってきたの中に女の子もいたんだけどで私もうんってやってたんだけど来た瞬間にえあんたたちモデルですかだってもう背もすっごい189とかあって顔がこんなちっちゃい子が、しかもそのうちのイケメン男子が急にお母さんすいませんこんな時間にもしあなた帰るんでとか言うのもう営業マンの40代ぐらいの凛花がいやいやもういいからみたいなのやってるわけなんかフランスだったけどいやちょっとここはやらせてくれみたいなお母さん本当すいませんもしあなた土下座するんでとか言うその後男の子のうちの力持ちっぽい子4人とリンカが1階に来てちょっとまったりせっかりでいいですかみたいなで私生まれるのは全然構わないだけど私に迷惑かけるなよって言ったの騒ぐなそれだけは守ってここ私の城だから怪我さないで、うん、そしたらリンカとかみんな「あそんなことも」とか言ってたのにそれに全然怯えずに「すいませんお母さん」とか言ってたの何なのそいつでそいつがまさかのちょっとの事務所でもリンカちゃんすごいやっぱ引き連れてきてガーサスでリンカに聞いたのあの子ってさあなた好きなのって言ったらいやあいつは4歳かしてるからなんと思ってないそれが連れてきた1週間だけ来てることを今ちょっといい感じだってへえ何か娘っていいな恋バナ面白い娘ともうだって恋バナができるんですねそうだよ娘もそうですよ娘も娘も超そうだよ恋バナしかないよねそれで言ったら大変な時ってどうやって乗り越えてるんですかもう一人で自分で普通に乗り越えるだけで誰かに話すとか朝まで励まされてっていう経験が人生にないしあんたプライド高すぎなのあんたあとそういうことなのいやそうだよ私やってるもんそれをやってることを自慢するのが違くってじゃあかるねえめんどくさいでもさ真弓さんって私の中でそういうイメージがある自分の中でちゃんと改善させてゆっくりゆっくりするそうとにかく誰かと抱き合ったり泣き合ったりしながら何か物事を解決したことはないんですじゃあでもあんたは家族に甘えてるあるそうなんかね両親特に急に家族にだけは全部弱いとか見せ始めるからでもさ共通してるところは本当にあったかい人ですよねあったかいよね本当懐とか心の情の厚さみたいなのがめっちゃあると思う人情人情系だよね人情系真弓さん一生懸命違うって言い放ってるけど人情出ちゃってる出ちゃってるよねすいませんちょっといいですかワード明らかに少ない方がいるんですけどこのまま結果発表して終わりにするかワードはもう全員1回は言った1人だけ言ってない人がいらっしゃいます私でしょいやお前が言ったから大丈夫名前だけ私誰誰誰誰エミリーさん私だってなんか明らかにキャバクラ系質問されたから、うん、キャバクラではないキャバクラではないキャバクラの時に何を大切にしようと何をすることを大切にしようと何をすることを何頑張ってた出勤することだけ出勤って言っても出勤の前は何頑張ったのお客さんに対する怖い
お客さんに対してこう見るとか、まあ、同伴するとか、はいはいはい、いろいろあるんですよ。何がやっぱり一番、うん、ああ確かに自分の中ではでもやっぱり確かに出勤して同伴してあとは何だろう接客営業、うん、4つでも毎日同伴してたよ、してた4回ぐらい同伴してました、ね、4回ってどういうこと1日そうですそうですどうやって1日何4回してた4回同伴お茶しててもいいし店前で会ってもいいし全部同伴でカウントされるから4人と他に会っててちなみに同伴ってかなり難しいんですよ難しいの同伴をしてくれる人を探すでやってたじゃないですか同伴って何同伴ってお店に一緒に入ればいいですだから別にお店の前で待ち合わせしてもいいしでも4件はどうしてますよ順番にお店1人入れるじゃないですかそしたらまた外で連絡してどこどこいるかちょっとお茶しようって今から入れて送り込むんですよなんか詐欺師なの詐欺師ですよねもうお店にいると思ってますもんだってお客さんだよねずっと待っててみんなまた全然待っててねやばいけど同伴って1人しか出ないでも別に何人抱えてるの？いや本当に変えた。だって私たち何にも知らない時からアイザンエミリーという名前で知ってた。えだってそうまずそういう推しみたいなアイザンエミリーっていうものに会いたいみたいなアイドル営業を始めたのってエミリーが走ってたの。一番大事だね。パイオニアだ。まだキャバ嬢が写真出るっていうことがなかった。うん、そのなんかも経験が今ある。経験そうだよね。あったあった。でそのあたりはでもなんかタイミングとか運とか良かった。パイオニアだよね。作ったの。なんかもう本当36歳だからさ。そうですよ。もうもうさ今の若い子からしたら本当にレジェンドか。うん、いやでも今の若い子すぎるけど。逆に親心で見ちゃってその先の人生どうするのっていうところが結構考えちゃって、うんうん、だからもうキャバからメリットもいっぱいあるじゃないですか、うん、お金もらえたりとか、うん、そこは利用してもっと頑張れって言っちゃうんですよね、うん、でもあんまり言ってくれるとそう見せやめちゃうし、うん、大変なんですけど企業を使ってほしいですそのキャバクラっていうのと、うん、女性っていうのを、うん、でも本当にキャバクラホストも別に見方変えれば悪いことではないから、うん、そうなんですよねとってもいいことなので結局も営業職だよねいや本当そうよ、はいエミリーが別格だわ。エミリーが別格だよ、本当に。でも私、まゆみさんに最初にお会いした時に、あなたの資産は？年収は？とか。そんな嫌なこと言った。いやいや、それを嫌なことじゃなくて、なんかそれが。でもさ、まゆみさんってもうそれがセットで、決意が書かれてるんじゃないですか。そうなんですよ。だから、やっぱりその、どこかでお金を稼ぐっていうことがあんまりよろしくないみたいな口あるじゃないですか、うん、それをはっきりとあなたのじゃあ実力はっていうことを多分聞いてると思うし、うん、そうなんだ、うん、あなたなんかデヴィ夫人キャラだよなんかさ普通に考えてあのアラジンの曲あるじゃんお金もないし地位も名誉もないけどみたいなそんなやつ嫌じゃないと思ってやだ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 何にもないじゃんやだ全部がなくてもいいのよ地位も名誉も何もないけど僕はお金あるいいじゃんいいじゃん、うん、地位とか名誉は金はないまあ頑張ろうかみたいなのもあるけどそれ全部ないんだって無理だ何を見てそう最高じゃあはい、はい、楽しかったーすごい話だらけだったね、うん、じゃあ見る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 見ようか見ましょうか確かにせーの私ねはーいそれぞれ自分の道を行ってて私
姉妹、本当に川村姉妹と私が大好きなんで、うん、みんなで優秀も取れて嬉しい、ね、ありがとう、本当大好きメンバーで新年会で確かに楽しかったです。今年もよろしくお願いします。そしたら最後にお支払いが誰に、あ、ちょっと待って、これじゃないですか。なので、一番言ってない人から言ってみますか。下から言ってみます、はい、一番言ってない人は同率2人います。マキコさんとエミリさんです。あ、マキコさん、えぇーい、意外と意外と意外と違うからね。私とエミリは聞き役なんで、うるさい、劇場ちゃんが引き出しそうだから自分たちのは嫌いかと思って、あーキャラはおしゃべりそう、もう無邪気にペラ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 空気呼ばずにしゃべってるのはあんたたち2人なの。エミリは認める、あなたもペラ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 でしょ。違うよね、あんたらは似てんの、今分かった、後で動画見返す。はい、次は名前が呼ばれなかった人がおしゃれになります。はい、2位がまゆみさんです。わおしゃれ運命の人 AI 担当みたいな嫌なんで、ありがとうございます。ここ AI 担当、いや待って言われたくないな。あなたとマイミは KY だ。私とエミリーは営業マン。エミリーとマキコに比べたら、まあ、KY だ。そうです、わかる。でもマキコさんが一番聞き取れる、非常に聞き取れるなんで、実は、ね、そうだね、私とポップスの勝負だったね、今日実はね。でも泣けましたね。ありがとうございます。イエーイ、ポップスが勝つ、楽しかったです。ありがとうございます。もしポップス2人で動画撮る、ここでココスさん、すみません、お会計お願いいたします。わかりました、ありがとうございます。ワイドショーって私の中だろ、おかしいよ、金持ちだから大丈夫。あなたはありがとうございます、楽しかったね。みんなでうちのカフェでデザート食べるの、え、行きたいです。はい、ご視聴ありがとうございました。 NG ワード会だったんですけど、久しぶりにみんなで集まっていろんなお話、まあ、仕事のこともそうですし、プライベートのこともいろいろお話できて本当に楽しかったです。川村姉妹もココスもそのプライベートでもすごくよくしていただいて、もう私の大好きな方たちなので、今年もよろしくお願いします。3人とも強くてかっこいいなと思うので、見てくれてる方も今年も強くみんなで生きてきましょう。楽しかったです。またみんなで集まって何か YouTube 撮ったりどっか行ったりしたいと思います。ではありがとうございました。